ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-163 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-163。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-163 の収容室は、床から天井までが3メートルある隣接した4部屋からなり、それぞれの部屋には次のような特徴があります。エアロックと、SCP-163 と人間が兼用可能な椅子を備えた、5メートル ×5 メートルの受け取り室。SCP-163 が使用する機密服、道具類、ゲームなどを収める5メートル ×3 メートルの収納室。SCP-163 の位置を含む、回収されたすべての技術が収められた、20メートル ×15 メートルの作業場兼ダイニングエリア。SCP-163 の携帯に合わせた椅子と寝具が備えられた、5メートル ×5 メートルの休憩室兼寝室。収容室内に入れる空気はフィルターにかけ、収容室内の待機はコンピュータにより常時監視してください。また、担当職員は1日に1度、収容室内に不純物が存在しないかを確認してください。フィルターの交換は週に1度、または、不純物が発見された際に交換してください。収容室内には、400ナノメートルから700ナノメートルの波長の光を放つ照明システムと、150ナノメートルから300ナノメートルの波長の光を放つ照明システムが備えられています。前者は、SCP-163 の監視を容易にする目的で、常時点灯させることになっており、後者は、SCP-163 の判断で、自由にオン・オフを切り替えることができるようになっています。マニュアル M163 の位置に記載されている所定の割合を超える元素、または、化学物質を収容室に持ち込むことは許可されません。SCP-163 の収容室に入室する職員及び、持ち込まれる物品はすべて、入室前に化学物質の付着がないかをチェックされることになります。職員は、自身と SCP-163 を総合線から守るため、収容室内では常に機密服を着用してください。SCP-163 の収容室への入室を希望する職員は、マニュアル M163 の2を読んだ後に、博士との面談を行う必要があります。入室を許可された職員は、収容室内の機材の整備やボードゲームのプレイを通じ、SCP-163 と交流することが許可されます。SCP-163 は、いつでも収容室から退出する権利を有しています。退出の際は、事前に取り決められたジェスチャーで財団職員に意思を伝え、収容室内に設置されているものと同じエアフィルターが装着された機密服を着用する必要があります。SCP-163 には、視界の確保と、財団職員の皮膚がん発症リスクを最小限に抑えることを目的に、280ナノメートル以上の波長で光を放つ紫外線ライトを携帯させてください。SCP-163 が収容施設内を移動する場合、常に下級研究員を1名同行させ、その行動、ジェスチャー、表情をビデオカメラを用いて全て記録してください。また、同行者は、SCP-163 が自身にとって危険なエリアに侵入しようとした場合、それを制止してください。3日に1度、マニュアル M163 の位置に記載されている割合の化学物質の入った、20リットルコンテナを受け取り室に届けてください。SCP-163 がコンテナを受け取り、内容物を SCP-163 の位置内に注いだ後、空になったコンテナは回収のためエアロックに投入されます。収容室内に存在する機器の持ち出しは、SCP-163 が収容室内に存在する場合にのみ行ってください。SCP-163 が機器の持ち出しに反対、または拒絶した場合、移動させた機器は元の場所に戻すことになっています。いかなる場合においても、財団職員が SCP-163 の位置を分解、操作、持ち出しすることは許可されません。これらの実行を試みた職員には、厳重な処分が下されることになります。説明。SCP-163 は、地球外を起源とする知的生命体です。直立した状態で、高さ2メートル、幅 1.5 メートル程度の大きさがあり、体の大部分は地面から約50センチメートル浮いた状態を維持しています。胴体の形状はほぼ円筒形であり、その底部には円形の口、上部には頭部に相当する部位が確認できます。また、下部には円筒を取り囲むように、3つの節を持つ8本の足が存在します。その他に SCP-163 は、次のような特徴を有しています。口の両脇には、接触に用いる専用の腕が1本ずつ存在します。円筒の上部には、繊細な作業に用いる腕が2本存在します。
足の近くには、重たいものを扱う際に用いられる腕が2本存在し、この腕は、約500ニュートンの安定した力と最大2000ニュートンの打撃力を発揮します。脚部と後部の間には用途不明の付属物が2本存在しますが、この付属物は、SCP-163 が財団により発見された時点で切断されていました。頭頂部から 30cm 下の部分には、円筒を囲むように反復眼が1つ存在し、360度の視界を確保していますが、後頭部に当たる部位には老廃物を排出する器官が存在するため、一部は死角となっているようです。複眼は全88ユニットに分割されています。各ユニットは、垂直方向の視覚情報のみを受け取っていると考えられており、脳は各ユニットから送られてきた情報を比較し、水平方向の動きを直感的に認識しているのではないかと仮説が立てられています。複眼は、150ナノメートルから300ナノメートルの波長の光を視認することが可能ですが、この波長は、地球上に住む陸上生物の多くにとって有害な紫外線に相当します。SCP-163 は、セルロースに酷似した化学組成と構造を持つ内骨格を有しています。骨格は、各足の付け根に存在する関節部から突き出しており、その先端は機械的な手段で削り取られているように観測されます。この部分からサンプル採取をした際、SCP-163 が痛みの兆候を示すことはありませんでした。皮膚は可視光下では透明に観測されますが、紫外線下では不透明に観測されます。採取した緑色の血液サンプルを分析したところ、SCP-163 は、地球上の陸上生物が用いる鉄や銅ではなく、ニッケルを利用して酸素や二酸化炭素を循環させるシステムを持つことが判明しました。また、血液と組織の分析により、SCP-163 の細胞は、標準的な GCAT 塩基からなる DNA を元に生成されていることが判明しました。しかし、メッセンジャー RNA の解釈には未知の方法が用いられているようです。3つの塩基が組み合わさり、特定のアミノ酸に対応した情報を含んでいるという同一性はあるものの、それにより生成されるアミノ酸は、地球上で生成されるアミノ酸とは大きく異なっています。また、地球上には存在するものの、SCP-163 の身体からは確認されていないアミノ酸。その逆に、地球上では確認されていないアミノ酸が SCP-163 に含まれていることなどから、SCP-163 は、地球上に存在するものとは全く異なるタンパク質の生成を可能としています。マリサ、今の部分意味がわからなかったわ。解説をお願い。ああ、ざっくり説明すると、DNA を設計図にアミノ酸を生成し、生成されたアミノ酸を組み合わせてタンパク質を作るという仕組みは地球上の多くの生物と同じだが、SCP-163 の体の中では、アミノ酸が基地のつながり方とは異なるつながり方をすることが確認されており、その結果として作り出されるタンパク質も、地球には存在しない未知のタンパク質になる、という話だぜ。ああ、大体だけど理解できたわ。では、続きをどうぞ。このような事実から、SCP-163 が起源とする環境は、地球とは全く異なる割合の元素で構成されていたと考えられています。これは、地球上ではありふれた種類の元素に対し、SCP-163 が敏感に反応することや、地球上では希少な元素に耐性を持っているという事実によっても裏付けられています。例えば、は、地球上の生物にとって有害な重金属ですが、SCP-163 はこれを代謝に用いることが判明しています。また、SCP-163 の体には鉄とカルシウムが含まれていませんが、それによって SCP-163 が有害な影響を受けることはないようです。さらに、絵の暴露は、それがどのような化学組成であろうと、SCP-163 にとっては有害となります。および、は、SCP-163 と人類に共通して有害であるようです。SCP-163 にとって安全な化学物質と、安全でない化学物質の完全な表は、食事に関する条件とともに、マニュアル M163 の1に記載されています。また、SCP-163 が起源とする環境は、その大気組成も地球のものとは大きく異なっていたと考えられます。SCP-163 は、機械的な補助がなくとも、数時間は地球の大気内で生存することが可能ですが、地球上の大気にさらされてから1時間が経過する頃には、体調不良の兆候を示し始めます。この症状は、フィルターを通し、地球上に存在する一般的な元素を除去した空気を供給することで防止することが可能です。現在財団が行っている SCP-163 に関する技術的分析作業には、SCP-163 が起源とする環境の大気が含まれている可能性のある、
密閉された機材の探索作業が含まれています。現在までに、SCP-163 がどのような手段でその複雑な思考を相手に伝達しているのかは判明していません。これまでに確認されている唯一の発声は、ある種の感情を抱いた際に発する、約 15Hz の安定した制限波のみですが、この発声には一切変化がなく、唯一の違いは発声が継続される時間が5秒から10分の間で変化するというもののみです。この発声にさらされる職員は、被害妄想を抱くことを防止するために、明るい場所で待機することが推奨されています。SCP-163 は、自身の感情を表現する際に、複眼の上に位置する半球状の組織を用いることが判明しています。その際、皮下組織を用いて皮膚に様々な種類のシワを刻むことで、様々な感情を表現するようです。また、肯定的な感情を表現する際は、精密な動作を行う腕を叩き合わせるようなジェスチャーを行い、否定的な感情を表現する際は、重たい物品を扱う腕で同様のジェスチャーを行うことが判明しています。ジェスチャーや感情表現に関する詳細な情報は、マニュアル M163-2 を参照してください。SCP-163-1 は、汎用性の高い生命維持装置の一種と考えられており、投入された基本的な化学元素を SCP-163 が摂取可能な栄養源に変換する機能や、SCP-163 の発見時に観測された現象を発生させることが可能です。SCP-163-1 の位置の外見やサイズに関する情報が報告書内に存在しないため、ここからの描写は、すべて投稿者の想像だということに注意してくれだぜ。SCP-163-1 は、SCP-163 の健康状態を維持するのに不可欠なものであるため、その研究は、SCP-163 の死が確認されるまで禁止されています。そのため、他の機能の有無や内部構造については、現在までに完全には解明されていません。内部には、粗悪なトランジスタを組み合わせた、様々な種類の特殊なアナログコンピュータのみが確認され、それらが示す物理現象の多くは、現代科学にとっては未知のものです。そのため、SCP-163-1 の位置の機能のいくつかには、それら未知の物理現象が関わっていると考えられています。SCP-163 は、2002、アンデス山脈で鉱山労働者により発見されました。発見場所の地層は、約、年前のものであり、周囲の鉱物には大きな衝撃を受けた痕跡が確認されたため、宇宙船、またはそれに類する物体が不時着、あるいは衝突したものと推測されました。発見者である鉱山労働者によると、採掘作業中に鏡面のような見た目の奇妙な壁にぶつかったため、その周辺に存在した岩を取り除いたところ、壁は突然消失したとのことです。現在、この鏡面のような壁は、SCP-163-1 の位置を中心に広がっていたものであると考えられています。年もの間、岩盤により閉ざされた環境で経年しているにもかかわらず、壁の内部に存在した物品には、老朽化や劣化の兆候が確認されませんでした。そのため、SCP-163-1 の位置が発生させる鏡面のように観測される壁には、内部の時間を停止、または変化させる性質があると考えられています。また、財団エージェントが現場に到着した時点で、現場に存在した機材の約 30% が盗み出されていました。そのうちのいくつかは財団により回収されたものの、現時点でもその多くは所在不明の状態であるため、複数のエージェントによる捜索が継続されています。財団エージェントにより現場が掌握された時点で、SCP-163 は、SCP-163 の位置が生成した鏡面上の球体の中に留まっていましたが、SCP-163 の位置のインターフェースは比較的単純なものであったため、財団エージェントは球体を容易に消失させることができました。その後、SCP-163 による物理的な抵抗があったため、財団エージェントは対象を制圧することを余儀なくされました。この最初の対立を除けば、SCP-163 は財団の理解できる範囲では協力的に振る舞っています。以下は、収容後に SCP-163 に対して行われた実験の抜粋です。実験の結果と詳細は、マニュアル M163-2 を参照してください。ここから行われた実験により、SCP-163 が、単純な記号や、単純化されすぎた顔のイラストなどを認識することができないことや、利他性を持ち合わせていることなどが判明することになったぜ。また、イーゼル、カンバス、画材一式を支給したところ、それを用いて絵を描き始めたため、少なくとも絵を描くという文化は、人類と共有していることが判明した。利他性を持ち、絵画を描く文化があるということは、意外と人類に近いメンタリティを持っているってことかしら？ああ、そうかもしれないな。
最初に描いた絵の出来に満足できず、イラついている様子も確認されているため、人間っぽいと言ってもいいかもしれないな。では、続きをどうぞ。ホイ163-88。本日より、ストックが少なくなり次第、新しいキャンバス、絵の具、絵筆を SCP-163 に支給することとします。これは、我々と SCP-163 の間で交わされるコミュニケーションの中で、最初の有意義なコミュニケーションになる可能性がある。少なくとも、SCP-163 が起源とする環境の一端を知ることはできるかもしれない。博士。ホイ163-93。地球の大きさから考えると、SCP-163 が発見される確率は気が遠くなるほど小さなものだった。その発見には、プレート移動、人為的な土地の開発、そして単なる偶然など、様々な要素が組み合わさっているはずだ。私は、SCP-163 と同種の別個体を発見するために、SCP-163 が発見された、年前の地層で行われている。すべての発掘、採掘、掘削作業をエージェントに監視させるべきとの案を提出しました。数百万年前に地球に不時着したたった一隻の宇宙船を、その重要性を認識する能力を得たばかりの人類が偶然発見できたというのは、信じがたいほど幸運な話です。今もどこか地下深くに、SCP-163 の同種が眠っているに違いない。博士。報告書の紹介は以上だ。地球に墜落した宇宙船内で数百万年眠り続けていた、比較的人類に近いメンタリティを持つ地球外知的生命体、ということでいいのかしら？ああ、それで大体合ってるぜ。報告書を読む限り、人類基準の言語を介したコミュニケーションが困難であるため、対象から情報を引き出すことには失敗しているようだが、その点を除けば、財団とは良好な関係を築いているようだな。少なくとも凶暴な侵略者という感じはしないわね。ああ、見た目に反して理知的で何よりだったな。仮に侵略性を有していたら、人類の歴史は始まってすらいなかったかもしれないぜ。数百万年前に墜落したってことは、人類の誕生以前から地球に存在した可能性があるわけだしね。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは。ご視聴、ありがとうございました。